トンの選手は未だに薫のプレーについてこれていないSW。フロンターレのメンツって未調の切り返しに騙されず縦行くの分かってるからそのままスルスルゴール前に顔出してるけど、ブライトンの子たちは未だに未調の反発ステップに騙され続けて一緒に切り返しちゃってゴールから離れてしまう指摘の後ろで埋もれてしまう。遠いファーでわらわら固まってないで誰か中村健吾みたいな動きしたらいいのになっていつも思ってる。意思疎通の問題じゃん。これ見ると未調自身レベルアップしてるんだな。切り返しにしてもドリブルにしてもスピード感が違う。かなり強化されてるのに全然これが活かされてないのがもどかしい。結局アシスト通算11本この縦突破と直接関係ないシーンでの数字だしなう。いつになったら意思疎通成功するんだろう。中村健吾翔は未調がカットインする前に折り返されるだろう。1、2速攻でスーッ入ってきてゴールしとる。なぜかブライトンの選手にはわからない普通に美味しいポジションだもんなう。